ということで、ちょっと今日はこんな感じでバチバチに仕上がっております。なんとですね、前もでも YouTube で紹介させてもらったんだけど、私が普段から飲んでるのモデルをさせていただくことになりました。おはようございます。おはようございます。またまた韓国に来ちゃった。いつぶりですか？先週しかも先週も来たの、ここのティルティルカフェに。あら、今日はね、1週間前に本社ですね。本社ですね、はい、ティルティルの解約でございますよ、ね、プライベートでもさ、本当に飲んでるのを見てたから、うん、嬉しいよね。うん、なんか私マジで最近超元気じゃない？いや、めっちゃ元気でしょ。ちょっと一時期さ、あれだったけど、お餅と豆と走り回ったり体力とかも本当にめっちゃ謝ってるくらい。てかもうティルティルの酵素、うん、インナービューティーはもううちの事務所にキムさんが送ってくださって。あ、そうだよ。スタッフもみんな飲ませていただいて。どうやった？美味しくない？めっちゃ美味しい。美味しいよね。牛乳で割って私は飲んだりさせてもらってるんですけど、あとペルペル飲んだ、ね、飲んだ。あれ美味しくない？めっちゃ美味しい。もう早く日本のもうコンビニとかで売っててほしい。もえ、わかる。で、今日はね、韓国のメイクアップアーティストさんにお化粧していただいて、はい、て、しかも今日はちょっとボディモデルっていうことで、ちゃんとボディメイクし始めてからはやっぱ楽しくなったから、うん、だから今回はボディを中心にモデルするということで、じゃあお楽しみということで、よろしくお願いします。また後ほど。もう次メイク系だよ。おー、じゃーん、完成しました。ちょっといつもよりナチュラルって感じ。あ、そう、確かにナチュラル韓国メイク。あ、横顔やばい美しい服装はちょっと一コーデ目がこういうピンク系のヘルシーなコーデにしてもらいます。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんとですね、前もでも YouTube で紹介させてもらったんだけど、私が普段から飲んでるティルティルのインナービューティーのモデルをさせていただくことになりました。ちょっとさらっと今すごいこと言ったんだけどすごいことで、これはちょっとめちゃくちゃ私の夢でもあったけど、なんかできるとかその思ってもなくて、みんながすごい目がり期間中に購入していただいたってことで、ティルティルさんがお声かけしてくださって、本当にありがとうございます。未だにちょっと夢のような感覚なんだけど、でも最近は本当にもうボディ作りだったりとか、そういったのも本当もはや趣味みたいな感じで普段からやってるので、 YouTube で紹介した酵素とかペルペル以外にもいっぱいあるのよ、ティルティルカフェとかに。なのでちょっと私がいろいろもうちょっとね発信させていただけたらと思うんですけど、私が普段飲んでるものとかこれからも紹介していきますので、はい、とりあえず一旦今日はモデル撮影の風景を、はい、お届けできたらなと思いますので、ちょっと私が今仕上げたボディを見て、いやでもちょっと最近は本当頑張ってるので、私ちゃんと頑張れば頑張る分だけ体はね成果を出してくれるので、多分これ公開されてる時はもう夏かな、まだ間に合う、みんな頑張ろう。はい、ということで頑張ります。毎日飲んでる嬉しい。今日も買って帰ろうおすすめはありますでしょうか？私めっちゃ便秘やったんやけど、酵素飲み始めてせんくなったマジ食べても最近太らんの。ガチです。私はチョコ。チョコ美味しいよね、うん、めちゃくちゃ美味しい。これ味美味しいけん、その粉で飲める。水なし。これむくみ取れる、マジで。今日も飲んだ。へえ、お茶なんだ。そう、むくみ取りのためにまずコーヒー飲んだけど、これはもうそのお湯に溶かして飲めばマジむくみ。ああ。ペルペルも置き換えでます。昼好きなもの食べて夜ペルペル。ああ。
ございます。かわいい。お腹がちょっと見える。かわいいよね。このめっちゃかわいい、ね、カチューシャ珍しい。そう珍しい。マジで私カチューシャつけたんだけど。じゃあこれで乗せて挑みます。ハマさんが辛いとか言ってたけど、エッパンいっぱい入ってた。全然違います。全然違う。お体がツヤツヤですね。ツヤツヤしてもらいました。それで部下。ラストも頑張りましょう。はい、はやばい。まだ来る。ごめん、ちょっかそう。キープキープ。クランクアップしました。はい、終わりました。ありがとうございました。手から溢れそうな。もうこれ一個も指動かせない状態だからね。めちゃくちゃちょっとみんなの憧れでいられるように、これからも私ボディーイベント頑張り続けますので、はい、みんなも一緒に頑張りましょう。ということで、なぜか埼玉スーパーアリーナにやってきております。 TGC の前日だよね。はい、そうです。私明日結婚式なの。おめでとうございます。本当は TGC のなんか当日に呼びたかったらしいけど、なんか結婚式なのでちょっと前日にってことでお呼び出しをいただきまして、何があるのかよくわかんないんだけど、TGC の前日にちょっといます。なんでドキドキする。すごい。今日は埼玉スーパーアリーナでちょっと、はい、とある場所にミネさんを連れて行くので、はい、はい、とりあえず何も考えずについてきてください。お願いします。はい、はい、ということでミネさん、はい、連れて行きたい場所の近くに来たので、はい、一旦目閉じてもらえます。目閉じてほしいです。目、はい、はい、そのまま歩いてきてください。はい、まっすぐ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 、はい、はい、ではとある場所の目の前に来たので、はい、目を開けてください。はい、待って、やばいやばい。なんとてるてるインナービューティーさんのえみこさんブースが TGC に開設されています。やばい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 、嬉しすぎる、やばい。エミ姉さん、よろしくお願いします。そうだよ、まだ日本売ってないからさ、 TGC で買えるの。ちょっと待って、やばくない？アンバサダーさんさせてもらってるだけでもちょっとやばいんだけどさ、 TGC のブースやばくない？やべえです。韓国で撮影した時の動画。おねえみこさんがいます。やったー、すごい。今日はこれをえみこさんにお見せしたくて埼玉スーパーアリーナに来ていただきました。どうやったんや。 ありがとうございます。そうです。でも私結婚式ダウンだもん。式中でも結婚式準備にもめちゃくちゃお世話になって、毎日飲んでるよね。うん、めっちゃ飲んでますよね。ぜひぜひ目代わりでゲットしてみてください。お得に。あと TGC でこれ上がった時もらってるかな。ゲットできた子は報告してね。はい、ってことでマイラブハウサです。私のね、一押しの味は最近ね、トロピカルの味。おー、よかったんじゃない？でもゲットしてみてください。
ばらく写真撮ったりして堪能して帰ります。みんなありがとうございました。てるてるさんもありがとうございます。